レース職人、またはレースメーカーは、ロシアの画家、バシーリー・トロピーニンが1823年に描いた絵画である、レースを縫う女とも、キャンバスに油彩で描かれている。縦75.5センチメートル、横59.7センチメートルの大きさを持つ、モスクワのトレチャコフ美術館のホール13に所蔵されている、肖像画に分類される、 ロマン主義に属する。1823年、トロピーニンは、濃度の身分から解放され、モスクワで本作を制作した。同年、トロピーニンは、本作の他に、および、の、計算作品を芸術アカデミーの評議会に提出する。これにより、アカデミー会員になることが約束される。1824年、トロピーニンは別の肖像画を制作し、 アカデミー会員の称号を得ている。1827年、芸術アカデミーの展示会で本作が展示される。1834年、本作が事前化、ヒョードル・プリャニシニコフのコレクションの一つとなる。1925年にトレチャコフ美術館の所蔵となる。トロピーニンは複製画を何度か制作している。1824年に制作された複製画は、 縦 76.2cm、横 61.0cm の大きさを持ち、ニジニノブゴロド州立美術館に所蔵されている。1820年代に別の複製画が制作されている。この複製画は、縦 77.0cm、横 64.0cm の大きさを持ち、サラトフのラジーシェフ記念美術館に所蔵されている。本作の女性は、 ニコライ・カラムジンによる1792年の小説、哀れなリーザのヒロインとしばしば関連付けられた。レースを編む仕事をしている若い女性が、鑑賞者の方に目を向けて微笑んでいる。本作は、特定の人物をモデルに描かれたものではなく、どこにでもいるような一般的な人物像が描かれている。画面上部の左右両端や、下部のテーブル付近が少し暗くなってはいるが、 画面は全体的に明るい。画面手前には裁縫箱やハサミが描かれている。女性の髪は黒色をしており、カールしている。女性は片方の手でピンを刺しており、もう片方の手で木製のボビンを持っている。女性は青色のドレスを身につけており、薄紫色のスカーフを肩にかけている。彼女はイヤリングをつけている。ありがとうございます。